はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時ですね。11月は5日の日曜日でございますけども、昨日ですかね、あの元大関朝潮さんがお亡くなりになったというニュースが駆け巡りました。あのいろんなですねメディアにこう追悼みたいな記事が出ましたけども、68歳だったんですか。なんて言いますか、ものすごくこう印象深い、私と同年代の力士さんです。67歳ですか、私より6つ上ですかね。昔ネットなんかなかった時代はですね、毎日そのどうでしょう、5時頃からですねこう6時にかけてですねテレビつけっぱなしになるんですよ。あのいや別に相撲すぎちゃいますよ。ただ6時からねアニメがあるんですね。見たいアニメは大体6時からあってですね、家にいます、その時間。私はあの家にいてですね、部活なんかやってませんから、家にいてテレビつけて6時半頃から7時頃にうちの夕飯が始まるんですけども、その間こうテレビアニメを見ながら過ごすんですけども、そのテレビアニメに至る6時に至るまでにですね NHK にして最後の相撲を見てるんですね。最後大関とか横綱ができるところでしょう、あれを見ながらふーんふーんと見てるわけですけど、で朝潮がですね何回か優勝したんちょうだかな、あの昭和の 中後期というべきですかね、昭和50年代ぐらいちゃうかな、あの朝潮を見ていたのは。大ちゃん大ちゃんって言われてましたね、朝潮大五郎やったかなというお名前でしたけども、ちょっと本文、まあ、これはザクザクですけどね、懐かしい。元大関朝潮長岡末広さん追悼、大ちゃんずっこけ伝説、無敵の北の海に13勝7敗も優勝決定戦では3戦全敗と、なんかそういうね、なんていうかこう強くなりきれない、こうちょっと愛らしさがある力士でしたね。大相撲の大関朝潮として人気を集め、先代高砂親方として元横綱朝青龍、元大関朝乃山を育てた長岡末広さんが死去した。朝青龍なんかはですね強いからですね、もう言いたいやりたい放題言いたい放題で、このですねあの朝青大ちゃんのですね言うこと全然聞かなかったというようなあの記事がいっぱい出てましたね。67歳だった、関係者によると小腸がんを患っており、春先から体調が優れなかったという。高知県室戸市出身、近畿大から鳴り物入りで高砂部屋に入門した。当時大学を出てからねお相撲取りになるっていうのはちょっと異例でしたね。今はいるんでしょうけどね、わずか4場所のスピード出世で入幕、4場所で入幕ってね、あのね十両になるのも大変なんですよ。それ入幕といったらですね、あの前頭何枚目とかになりますから、テレビに映る、 NHK に映るんですよ。で現役時代は無敵を誇った北の海に13勝7敗と大きく勝ち越す一方で、大関取りには5度も失敗、優勝決定戦は3戦全敗と、ここ一番はめっぽう弱かったが、このずっこけぶりもファンに愛された。1983年に大関へ昇進、私は大学3年の時、3回の時ですね。優勝は85年春場所の1回、1回だけか、阪神タイガースが優勝した年、俺も 1回きりだけどね、でも1回でも優勝したからよしとするかと生前に勧告解雇してきた、まあ、ちょっとこう愛嬌がある人ですね。89年春場所中に引退、横綱になりたかった、なれなかったから、逆に親方になって横綱を作ってやろうと思ったと、朝青龍を育て上げたところまでは良かったと、もうちょっといきましょうか。親方になってからもずっこけは続く、あまり深く考えないタイプだから、とにかくプラス思考でやってましたよ。現役時代も親方になってからもと弟子に細かいことは言わず、自主性を重んじる指導方針でおおらかに育ててきたが、それが裏目に出てしまった。朝青龍の度重なる不祥事で監督責任を問われた。問題を起こす横綱もいました、いろいろ苦労をしましたよ。当時は必死で何をどうしたらいいかわからない、無我夢中でやってきたと嵐の日々を振り返っていたが、こじれた朝青龍との関係は修復されることはなかったようだ。21年夏場所中に朝乃山が協会のコロナのガイドラインに違反、その際の調査で自身もガイドラインを破り、
何度も外食していたことや浅野山を連れ出していたことが判明、教会を退職した。その直前に新型コロナウイルスワクチン接種で両国国技館に現れた際は、現役時代の激闘の後遺症から車椅子姿だった。あんなでっかいおっちゃん車乗せる車屋さんあんのみたいな。20年11月の定年65歳会見では、いろいろな意味でついている人生だった、月は使い果たしたかなと笑った。名大関名伯楽として大相撲に伝説を残したという終わり方をします。現役時代に私雑誌の記事で読んだんですけど、この方桜田淳子の大ファンなんです。桜田淳子は僕の4つ上ですから、65歳のはずですね。でだから3歳下になるのかな、このか、あ2歳下になるのか、まあちょうどぴったしカンカンですね。ものすごいファンやったそうですよ。ただ桜田淳子さんはご本人が31歳か2歳の時にですね、統一教会の集団結婚式に行かれましてですね、その時点でもう芸能界をほぼ強制引退ということですね。で当時からですね、統一教会はですね、高い壺とかなんか知らんけどいろんなものをですね売りつけてですね、こう悪評粉粉でしたからね。事務所がですね、辞めろということでですね、辞めさせたということですね。でその後ご本人はですね、復帰の意欲は終わりというふうに伝えられましたけどもですね、復帰はかなっていませんね。まあでももうお年もお年ですからね、65でしょう、復帰はないと思いますけど、桜田淳子さんが全盛期に彼もですね、相撲界に参戦とデビューしたという感じではなかったかなと思います。イメージありませんけどね、かたやこうごっついっていうか、ものすごい当時としてはかなりでかい、今ではねあのサイズは普通かと思いますけど、当時としてはかなりでかくてですね、大ちゃん大ちゃんって言われててですね、なんか性格もね、その偉そうなというよりもですね、なんかぼくとつな感じでですね、悪い印象は一つも残っていませんね、この人に関しては。なんか愛されキャラみたいなですね、そういう感じですね。当時は北の海やですね、千代の富士がいた時代ですね。千代の富士もしかし早くに亡くなりましたね。北の海も亡くなったんでしたっけ。お相撲さんって長生きしませんね。基本的にやっぱりね、あれだけ太るというのはですね、この人間のこの健康的なこう体重ではないですからね、何らかのですね、こう不都合が生じるんだと思います。お相撲さんで80以上生きたという人はほとんどないんちゃいますかね。だいたい60代、早い人は50代で亡くなったりしますもんね。やっぱりこう成人病を養いやすい体型になってしまうというのがあるんでしょうね。スポーツ選手はですね、まあ、お相撲さんが一番こう僕は短そうな気がしますね、寿命は。まあ、この方67ですか、ですから、まあ、お相撲さんの平均よりかは超えてるような気がしなくもないですけどね。そうですね。なんで他のやっぱり野球はまた長生きするんでしょうかね。まあそれはいいんですけど、いや僕は朝潮大五郎と聞くとですね、ああこの人一途に桜田淳子さんを思たはってんなということをですねすぐにイメージが直結してしまいますね。で、デートの機会が1回でも2回でもあったんかなという気もします。あったら面白かったですね。なんかこうなんて言いますか、桜田淳子さんという方も僕の世代はみんな知ってるんですけど、ちょっと若くなる50代になるとほぼ知らないんちゃうんでしょうかね。50代の前半ぐらいであれば、ご本人は30歳ぐらいまでやってらっしゃいましたから、今からどうでしょう、30何年前の引退、ですもんね。50歳代前半の方はもう知らない、かもしれません。はい、この前山口百恵さんの話をしましたけど、森雅子さんという人がいて3人トリオだったんですけど、この間引退をなさいまして、ただ時々ですねお見かけしますけどね、メディアのニュースみたいなところで、はい、
まあそういう昭和時代のですねこう方がまた一人亡くなったということでですね、ちょっと残念かなというお話でございました。一応ザクザクの記事のアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。